争と始まってるんですよね。まだ5本？5本です。5本ぐらい。5本です。どんな感じですか？ライブですか？はい。ライブは。まだ発売されてないんですよ。そうですね。だから、結構変な感じ。みんなこう、じっとしてしまうんだけど、なんかコンサートだからって。コンサートだからこう体を動かさなくちゃみたいなのあるから、うん、ぎこちない。でも帰ってなんかこれが本来のコンサートかなっていう。そうですね。だから、うん、ソフトバレーとかも前回のツアーでまだ発売されてない時に何本かやったんですけど、うん、とっても弾いてるのがよくわかるという、うん、でもなんかやりながら本当に、うん、これで納得させられないんであれば、うん、まあこれが本当の姿なんだろうなと思いながら、ね、でも厳しいみたいだけど、いろいろなんて言うんだろう、お客さんの、うん、満足感というかそういうものは全くこっちの思ってるのとは全然違うみたいだけど、なんかお客さんは何を分かるんでしょうね。最近どう思いますか？いや、なんか喋っちゃいけないよ。何するなのに、重いなぁと思って。そうですね。はい。声がみんな低いでしょ。なんか怖いなぁ、声。遠藤くんの声と似てるかな。あ、似てるかもしれない。喋るかもしれないですね。あれ、ステージとかはどんな感じなんですか？あのセットとかは。ちょっとね。セットは。普通というかシンプルにしようと思って、うん、まあ、ドラム台とあとベースの台っていうか、それはいつも通りこう何センチか上げて、はい、なんか飾りっぽいものはなんか柱みたいなものを、うん、何個か立ててるだけって、あとは、まあ、そういうのもいらないと思ったんだけど、うん、なんとかこうシンプルな方向にしようと思って。結構あの意見とか出したりとか。そうね。ほとんどこうプランナーっていうのかな、うん、ステージの、うん、ああいう人が来て、最初僕に次はどうしたいっていうのがあって、うん、まあシンプルにって言ってる話からこうだんだん下手くその絵を描いてって、でそれが元になって。模型が出てきたり、あ、模型作るんですか。へぇ、なんとなく分かってきた、みんな今日はこんな感じで行きましょうって、うん、で、まあ、ギリギリ出てくると、うん、遠藤くんたちは結構あの、なんだっけな、ビデオとかであの見たんだけど、モニターみたいなずらっと並べてたりとか、ああいうのって誰かが、あの、やっぱり、あの、なんて言うんでしょう、アートディレクターの人がいて、で、割とその、うん、人に任せてるんですけど、で、ただ、やっぱりこう、これはいいとか、これはなんかっていう時代感の感覚みたいなのがあるじゃないですか。うん、だからそういう部分での、うん、やっぱりディスカッションはしますけど、うん、結構、本当に、お任せして。編成っていうのは全然違うからね。そうですね。見るとすごく新鮮で面白いなと思う。ああ、渋谷公会堂に見に行った時も円形のこう筒の上に藤井君と、ね、2人こう丸寄りに乗っかってたりとかしてて、うちじゃできないな。ですね、まあ、レコーディングとかステージもそうなんですけど、こう自分の思い描いてる理想像というか、それがあって、まあ、その期間期間であるわけですけど、それが、まあ、レコーディングでなかなか到達しなかったりとか、ステージで到達しなかったりとか、そういう時のこう
苦しみというかそういうものってのどの程度なのかなと思って、っていうかその到達っていう目標、はい、レベルみたいなものそういうものって見れるとこまで自分の思いがけるとこまであるっていうのが一つすごいなと思う、そういう目標が分からないうちになんかステージ立ったり歌だったりするっていうのがとてもなんか悪いことしてるとかそういう感じになっちゃう、まずなんかそのレベル自分のその目標みたいなものが、なんかこう作るっていうか自然にできればすごくいいんだけど、やっぱりみんなあると思うんだけど、やっぱり人でも遠藤くんと俺と、多分違うと思うし優太とも俺とも違うと思うけど、出す側、でしょ、で受け入れられることをやっぱ期待してるのかなと思って、全部を、でそういうところでのズレっていうか、簡単に言っちゃうとズレになっちゃうけど、でそういうのでなんか苦しいっていうより、ちょっとかっこよく言うと無力感っていうか自分の、だから苦しいっていうよりはなんか、全部自分に返ってきちゃうから、そうですね、すごくなんか無力とかもう虚脱状態になっちゃうから、やる気がなくなっちゃうっていうか、次のことはライブとか2人とも一番前にいる人だから、一番その自分がどういう見られてるとか、そういうのとかすごい感じるんじゃないかな、自分なんか考えてることは本当にその違いとか、さっきもラッキーを言ってたけど、うちらとかってやっぱり一緒に出てるわけだけど、やっぱり一番前で人の目見ながらやっぱり歌うっていうか、伝えようとしたり何か自分を表現しようとしてるから、も俺も表現してないことないんだけど、俺たちよりは数倍表現してるから、でも最近遠藤くんって歌入れの時ってこんな感じで入れるかな、結構暗くしますどういう風にしますか、もう全部消して、自分の書いた詩のとこだけ、なんて言うんだろう、やっぱ電気机にあるようなこう挟める電気、あそこあれをつけて、部屋もこんな感じ結構そうですね楽しそうな部屋忙しいんで、2月ぐらいかな、ちゃんとした休みって1週間ないんじゃないかな、2月から、うわ、大変ですね、だからちゃんとそのメンバーを5人で全員じゃあ今日は休みですっていうのは全然ない、誰かしら何かやってるから、なんか最近の興味ってなんか全然ないよね、あっちゃない、俗に言うなんていう映画とか本とか、そういうのはね、いつも見たいなと思うけど、ファミコンかな、でもなんかファミコンって言っちゃいけないから言っちゃいけない言葉かな、ファミコンは何やってますか、三国志っていう中国のアニメやつばっかりやって、ファミコンするんですか、遠藤ツアーに出ると、手不詳なんですね、僕セーブで、あんまりお酒もそんなに飲まないし、だから終わって、でやっぱりテンション落とすの大変じゃないですか、だから、ファミコンはやったりとかしますけど、何やるんですか、ね、あのポピュラスとかいうな、あーってうなずいちゃうなんかもっとわーってやつやるあ、でもあとストリートファイター2もね、うまいですよね、いや、それはなんかだ、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 
はい、誰のが好きですか？あの金髪の、ああのアメリカ人のガイド、ガイド絶対ある志村さん。お団直書記事より、浜田真理さんをゲストに迎え、ソフトバレー藤井真希と共にお送りします。それでは間もなく午前3時、遠藤良一でした。